はい、どうも、しめじです。バイオハザード7続きやっていきたいと思います。前回ですね、ガレージでお父さんとの激闘をね、生き延びまして、最後ね、お父さん、謎の拳銃自殺をして、散っていったわけなんですけども、あれでやられたのかな、やられたと思いたいけども、で、まあ、ホールに来て、電話が鳴って、ゾイがね、まあ、待たしてから怒ってったんでしょうかね、ゾイが。電話に出てくれなくてですね やっぱりスリーコールで出ないとダメだね、電話をね。はい。というわけで、ここのホールで、この時計の振り子というアイテムを手に入れたので、今から戻って、何だったっけな、食卓かな？に、それを設置しに行きたいと思うのですけども、出てこないよね。何も出てこないパートだと思いたい。はあ、そのままだね。よし、ここの先になんか振り子のない時計がこれあったんで、これに使ってみたいと思います。はあ、魔剣のレリーフか。白道、びっくりした。お手に入れた。なんだこれ、なんだろう。凶暴な犬の頭部の形をした白銅製のレリーフ。なんかドア開けんのに使うのかな。誰もいないよね。っていうか、国家権力の警察、ポリスメンは、あれで終わりなのかな。パトロールに行ったあいつが帰ってこないとか言って、こう、大軍を引き連れて、捜索隊が助けに来たりとかしない？しないか？明朝か？ねえ、補佐が。補佐ってあれ名前だったのかな、よくよく考えると。巡査だ、いや補佐だみたいな。俺の名前は補佐だ、ね、あの人がだってすごいね、部長の息子さんとかかもしれないんじゃない。俺の息子探すために行くぞって言って、こう大軍団を率いてきたりとかしないですよね。で、まあ、この辺はだいたい、あらかた捜索したので、階段で上に上がるか。この奥は何だい？何これ？脅かしっこなしだよ。これ何？何何？何の音？ああ、ドアが閉まった。ドアが勝手に閉まった。ショットガンじゃん。3つのレリーフで中庭への扉を開ける。ショットガンを入手する。3つのレリーフ。あ、なるほど。中庭への扉？外じゃないの？ショットガンを入手しましたよ、今。ねえ、もう持ち物いっぱいじゃないか。どうしよう。とりあえずハンドガンに持ち帰って、鍵がかかってる？キーピックは？なんでなんで？なんで鍵がかかったの？誰かいる？やめてくれよ。ショットガンで撃つってことかな？弾があったよね、前取った。よし、込めた。そういうこと？撃つ？無駄撃ちとかしない？鍵がかかってるね。ダメだ。違うな。キーピック。ナイフ。前無駄打ちした。俺無駄打ちした。イーサン無駄打ち。アイテムの欄が一つ開いたな。よし。キーピックかな。違う。使わして。なんだよこれ。どっか抜け道ある？これ、ショットガンを。あ、なるほど。やっと分かったわ。なんで俺ショットガンの弾一発無駄撃ちした？大丈夫？まだ取れないってことか。
じゃあ2階に上がるしかないの？暗いんだけど。ああ、電話鳴ってる。ゾーイ。はい、スリーコールで出ましたよ。父さんにいじめられた？父親なのか。昔はね。昔は？残念だが、奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出てる。分かった。また連絡する。一方的、いつも通り一方的。やっぱり父さんはやられてないっぽいよね。これか。これに1個はまった。あと2つ見つけろってことか。あー、なんかショットガンの弾無駄落ちしたの嫌だわ。気になるわ。これはまだ取れないとして、じゃあ2階に行くしかないじゃない？おばあちゃん？おばあさん。ちょっと待って。待って。どうやって来たの、ここまで。いきなりドーンはなしだぜ。俺が開けたー、ドアを開けたー、俺がドアを開けたー。入った。広いわー、2階が。おばあさんを横目で見ながら。調べた方がいい、おばあさん。急に来ないで、急に来ないでね。ちょっと揺れてんだね。ちょっと揺れてんだね、おばあちゃん。はい、もう知らない。ごめんね。何にもない？調べれるものは何もない？これは何？誰？エブリン。エブリン、女の子か。何かありますか？隠し通路とかもない。スイッチとかもない。はあ、ここは？あ、鍵がかかってる。キーピックは？無理。うまくはまらない。じゃあこっちが正解なのかな？行くよ。おばあちゃんごめんね。失礼しますよ。はい、どうした？こっちは？何？どちら様？誰かいるけど。しゃがめ。イーサンしゃがめ。あれ、誰かいるよ。誰？お母さんかな？何してんだろう？バレないよね。バレてはないね。なんか喋ってる。怖。はっと後ろ向いたら？大丈夫。もうしゃがんで移動しよう、イーさん。これ何？あの大男の趣味か？これかぶろうよ。装備しようぜ。無理？立つか。いない。誰もいない。ここは？鍵がかかってる。キーピックも無理。怖えー。こっち？こっちは何？まだ続くのかー。広いわ、家が。開け方が乱暴なんだよ。ここは何？あ、テレビがある。テレビがあるよ。ビリヤードもあるよ。素敵だね。なんかある？ゴミ箱になんかある？あ、やったぜ、ハンドガンの弾。
これは何？開かない。向こう何がある？あ、散弾銃があるじゃない。うわー、これ覚えとかなきゃいけないな。特に何も他には。うわー怖っ。アンティークコインゲット、やったー。アンティークコインで一マス使っちゃうんだね。ところどころにあるこの人形は何なんだろう。なんかある。マーガレットへ。捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場に運び込んでおけ。加工場ってなんだろう。そんなところなの？そんなシステムが稼働しているの？こっから逃げようよ。え、なんか動いてるけど、何？風で木が動いているのかな？はい、ごめんなさい。失礼しました。あ、ドア開けっぱなしじゃん、イーサン、バカ。ここは？しゃがめ。あ、なるほど、さっきのとこからつながってるんだな、ここが。お母さんずっと歩いて行ってたけど、待て、イーサン、早まるな。まずこの部屋を探索しよう。ドアを閉めなさい。よろしい。こっち？こっち？ビデオだ。あ、ビデオがあるよ。ビデオテープ、ミア。これは見るしかないね。他には何かない？あ、バケツじゃない、ゴミ箱。あ、ガンパウダーだ。ガンパウダーは、なるほど、これで一マスで何個も持てるって感じかな。これは何ですか？あ、やった！魔剣のレリーフ、聖堂。これで2個目だ。あと1個。あと1個で中庭に行ける。行きたくないけど、警察の応援の到着を待ちたいところだが。これは何？10月2日。予報ではでかい嵐が近づいているらしい。数年前の嵐では増水で後始末に苦労した。屋根や窓を補強しておいた方が良さそうだ。ルーカスに手伝わせるとするか。10月9日、ようやく水が引いた。本館は無事だったが、旧館はひどく傷んでしまっていた。湿地にでかい船が漂着したとルーカスが騒いでいる。本当なら軍に通報する必要がある。明日にでも様子を見に行くとしよう。誰？誰が書いたのこれ。お父さんが書いたのかな。意外とマメだね。船がって何だ。何これ。え、何、取れないんだけど。もうないかな。じゃあビデオテープ見るか。見るっきゃないよねこれね。ミアの赤裸々な過去が今明かされる。何ですか？始まんないね。2017年。何？まだ始まんない？急になんかするのとかはやめてね。あ、ミア。イーサン、もしこれ自撮り？もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし。信じません？でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかは分からないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。昨日冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、お母さん、奥様。逃げろ逃げろ逃げろ。ミア、また捕まるわけにはいかない。あれ、来た。俺が動かすんかい。走れミア。なんだここは。ここ？他に出てきたりとかはしないよね。え、何？いけない？
ねえママこっちだよ。なになに誰誰。ねえママこっちだよ。なんだこの部屋は。とにかく、とにかく開けて逃げればいいのか。なに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 。いい加減にしたらどうだ。開かない。あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだ。あ、やばい来た。隠れなきゃ隠れなきゃ隠れなきゃ。あ、隠れなきゃ。やばいやばいやばい。ごめんなさい。本当に悪い子だね。あ、奥さんごめんなさいごめんなさい。え、本当に悪い子でした私。ごめんなさいごめんなさい。 You failed?中断する。リスタート。帰ってきたぞ。これとにかく開く扉を伝って逃げなきゃいけないよね。お母さん来る前。あれ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 。ここどこですか。隠れなきゃ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 。あ、ごめんなさい。本当に悪い子だね。これどうしたらいいんだ。ここは開かないんだよね。もうわかんない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 。こんなんでいける？しゃがんでは見たものの、怖い。え、来ないの？お母さん。永遠とも思われる時間が流れたわ。あのドア閉まってんだもんね。だって入ってきた扉。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの後で。来た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 よ。隠れなきゃ隠れな、隠れなきゃ隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。これダメ。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。あ、いける。無理無理。あっち行けあっち行け。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かるものだよ。よし、こだ、こっちだ、こっち行け。開いた、よっしゃ。この家では、ね、やばい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 。来た来た来た。想像もつかないようなことがたくさん起こった。あんたは何も分かっちゃいない。どっちから来る？どっちから来る？これ丸見えじゃない？これ丸見えじゃない？やばい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 。そこから動くんじゃないよこのアバズレが。はい。さっさと自分の部屋に戻るんだよ。ダメか。動き怖いんだってお母さん。リスタート。ビデオテープなんか見るんじゃなかった。こっからか。こっちに隠れたらバレるから、こっちに逃げよう。こっちに逃げよう。ここやばい。から入ってくるでしょ、お母さん。今部屋に入ったぐらい。こっち来るかな。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。ゾイと何か企んでる。何をさせる気か知ってるんだよ。結構重要なこと喋ってない、お母さん。いける？いけるか。出た、出てった。いける？動いていい？俺、私ミア、動いていい？嫌だな。お願いだからこっちに来ないで。あ、やばいやばい。
来てんじゃん、こっちに。扉の裏にいるな。ここにいるよね。お母さん、そこにいるわよ。あっちだ。向こう行った。今出ていくとやっぱまずいよね、さすがに。来た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 。虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。めっちゃ怖いこと言ってるけど、お母さん。奥様。オッケー。オッケー。怒ってる。怒ってる。怒ってる。我が家に迎え入れたのに。我が家に迎え。心から歓迎したのに。心から歓迎したの？そのお返しがこれかい。いや、合う合わないがあるんだよ、人にはな。ごめんね。奥様。もう行ける？ミア行ける？動いていい？やばい、声聞こえるな、まだ。大丈夫？この絵。この画像大丈夫？動いてんだよな、まだ。音すんだよね。後ろから来るとかないよな。え、もう行くよ行くよ。なんだろう、これさっきから気になってたんだよ。なにこれ。 LR 回す決定。なにこれ。あ、なんかの形に影をするってこと？雲かな。形を合わせるってことか。こういうの苦手なんで、適当にやってたらいける。あ、ぽい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 ぽくなった。こう違う。こう回し、あ、こっち側に回して、こう回して、こう。惜しい。カニみたいになったけど、惜しい。こうじゃない。そんなことをしてる間にお母さん帰ってきちゃうけど大丈夫。惜しいな、これ。え、これ惜しくない？あ、決定押さないといけないのか。決定押すよ。オッケー。雲だ。あ、なにこれ。隠し通路か。隠し通路に行けってか。こっちじゃないよ、こっちか。暗いわ。ほ、狭っ。暗、狭っ。いや、わかんないよこれ。暗いよ。こんなとこで鉢合わせしたらもうアウトじゃん。出た。まだ。出た出た。なんだここは。え、何これ、水溜まってるけど。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。どっから。それなのにお前は。どっから。お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。なんか言ってる、大事なこと言ってる。そこから動くんじゃないよ、このアバズレが。アバズレが。あ、ごめんね。本当に悪い子だね。バレた。もう勘弁してくださいよ、奥さん。やばい、こっからだ。向こうから入ってくるから、この影に隠れといて。だよね。あれ、どっから来るんだっけ。あっちだよね、お母さん。お母さん、ランダムじゃないよね。聞こえた、聞こえてきた。
どっち来た、来ない、お母さん来ない。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしい。ある程度進まないと来ないんだ。それなのにお前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。力向かってくるから。止まった、やばいやばい、見えてる、大丈夫、どこどこどこに行ったの。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。やばいやばい、こっち行った。私たちを受け入れろ。やばいやばい、こっちの鍵隠れよ、こっちの鍵に隠れよ。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。しかもそのダメダメ、そんなの許さない。関係ないふりしたらダメなんだからね。ここ行けるよ。どこに逃げられやしないよ。嘘、ちょっと近いんだけど後ろ来てないよな。行けたんじゃね。あー怖、何ここ。ちょっと待って、なんで閉めた。あ、やばい、閉じ込められた。これ何、誰、エブリン、えっ、ちょっと待って、ちょっと、奥様、大きくキック、ナイスキック、ナイスキック、ミア、ミア、ミア、やっとビデオ終わった。怖い、奥様怖いんだって、顔が怖いんだって。アップに耐えられないわ、はあ、疲れた。まだまだ序盤ですよね、疲れたよ。終わった。どうなってるんだ、どうなってるんだ、だな。ああ、現実に帰ってきてももう最悪だな。はい、というわけで、今日は、まあ、ミヤちゃんでビデオテープの、奥様から大脱出ということで、こんな感じでいいかな。時間もそろそろいい感じなんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。